はい、こんにちは、レガリアです。今回はですね、OCN モバイル1で緑きらめくグリーングリーンセールが開催されていますので、こちらをですね見ていきたいと思います。はい、それではですね、早速キャンペーン会場に行きたいと思います。はい、こちらですね、 OCN モバイル1なんですけど、購入するのはですね、グーシムセラーというショップから購入する形になります。現在ですね、ファーウェイ問題がありまして、まあ、このタイミングですね、明らかにこのファーウェイ製品の叩き売りかなっていうセールなんでございますが、ファーウェイ製品がですね、かなりお安くなっておりますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、まずここにですね、スマートフォン格安スマホと書かれております。注意事項として、お申し込みはお一人様1セット限りとさせていただきます。またお手続き完了から約1週間程度で商品をお届けしますと書かれております。こちらですね、米印で他社からのお乗り換え MNP でのお申し込みの方は除くと書かれております。そしてここですね、オプションとセットでお得ということで最大3000円オフになっております。対象のオプションと同時申し込みしていただくと、端末価格からさらに値引きします。対象の端末と同時申し込みするオプションをご確認の上お申し込みください。そして機種が書かれております。はい、でまずですね、こちら iPhone がありまして、シャープのスマホがあります。ここにですね、Huawei のスマホがあります。Huawei Nova 3でございます。こちらのスマホはですね、端末価格15,800円となっておりまして、対象オプションとセットでさらに最大3000円オフになっております。こちらですね、細かいところはまた後で見ていきたいと思います。このファーウェイ Nova 3ですが、処理速度はなかなか速い CPU を使っておりまして、私がですね、現在メインスマホにしているモデルでございます。このファーウェイ Nova 3ですね、15,800 円だったらかなりお安いんではないでしょうか。そして、こちらですね、ASUS の Zenfone シリーズが2台ありまして、こちらにですね、ファーウェイ Nova Lite 3があります。こちらなんとですね、3800円ですよ。すごいお安いです。そしてこのオプションですね、加入しますとさらに3000円お安くなりますので、つまり800円という形になります。はい、下に行きますと、また ASUS のスマホとシャープのスマホですね。そしてこちら、Huawei P20 Lite があります。こちらもお安いです。1800円です。こちらはですね、さらに3000円引いてしまうとマイナスになっちゃいますのでね、さすがにオプションとセットっていうのはないようでございます。はい、そしてシャープのスマホと ASUS、またシャープですね。そして最後にこちら、Huawei Mate 20 Pro があります。こちらですね、結構お高いスマホなんですけど、69,800 円という金額になっております。そしてですね、さらに3000オフのオプションセットがあります。はい、今ですね、ファーウェイ以外のスマホはほとんど飛ばしましたけど、ファーウェイ以外もですね、お安くなっておりますので、興味のある方はですね、3000オフのオプションセットもありますので、購入を考えていた方はですね、かなりチャンスだと思います。この辺ですね、 ASUS の Zenfone Live ですね、この辺は端末価格800円になっております。とにかく安いスマホを購入したい方はですね、いいかもしれませんね。はい、そしてタブレットもありますが、タブレットはですね、安くなってないようでございます。Wi-Fi ルーターも安くなってないですね。で、レンタル端末は関係ないですね。はい、そしてスペック比較表というのがありますので、気になるスマホですね。こちら、OS とか CPU、ROM、RAM、サイズ、重量、ディスプレイとありますので、チェックしていただければ、自分の気に入ったスマホをですね、探すことができるかと思います。はい、こちらですね、先ほど出ていましたスマホがですね、並んでおります。ぜひ、スペックをですね、比較してみてください。そして選べるオプション、サポートとありますのでね、興味のある方見ていただければと思います。
はい、こちらにですね、注意事項が書かれております。商品のご注文についてということで、先ほどもですね、ちょっとお読みしたんですが、興味のある方はですね、ぜひ一度しっかり読んでいただければと思います。こちらですね、最後まで見ていきますので、再生をですね、止めていただいて、チェックしていただいても大丈夫でございます。はい、こちらにですね、乗り換え簡単初めてガイドというのがあります。他社からですね、乗り換えを考えている方はですね、こちらを見ていただければわかるかと思います。はい、こちらですね、格安SIM乗り換えの流れと書かれております。乗り換えステップ123とありますのでね、こちら初めてですね、乗り換えられる方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、このようにあります。はい、そしてこちらですね、緑きらめくグリーングリーンセールと書かれております。こちらをクリックしていただければ、グーシムセラーのサイトに行くことができます。こちらですね、基本書かれていることは同じでございます。先ほどのですね、オプションなんでございますが、1番はですね、RC モバイルパックが1500円オフになります。そして最大の割引が3000円なんでございますが、こちらをですね、入っていただければ大丈夫です。OCA の電話かけ放題オプションと、マイセキュア、こちらに加入しますと3000円オフになります。まずこちらですね、OCA の電話についてということで見ていきたいと思います。はい、こちらですね、OCA のモバイル1の音声 SIM の電話アプリでございます。はい、通話するなら断然 OCA の電話がお得ということで、スマホからの国内通話料が半額にと書かれております。こちらですね、申し込み不要と書かれております。OCA の電話は OCA の電話アプリから発信と書かれておりますので、アプリをですね、ダウンロードして使っていただければ大丈夫です。そして、たくさん話したい方は選べる3つのかけ放題オプションがおすすめということで、1回10分以内の通話をたくさんする方、特定の相手との長電話を良くする方、10分以内の通話も特定の相手との長電話も良くする方ということで、こちらですね、金額が少し違うんですが、用途に合わせて3つのプランがあります。それでもプランに困ったらということで、あなたにぴったりのプランをズバリ診断と書かれておりますのでね、こちらをやっていただいてもいいかと思います。はい、こちらにですね、 OCN 電話のご利用イメージと書かれております。興味のある方はですね、こちらもしっかり見ていただけたらと思います。はい、そしてもう一つですね、マイセキュアというのがあります。こちらもですね、割引を考えている方はしっかりお読みになっていただきたいと思います。こちらですね、概要、メリットなど書かれておりますのでね、しっかりこちらを見ていただければと思います。はい、こちらの料金ですが、マイセキュア1ライセンスですね、250円となっております。そしてですね、5つのライセンスがありまして、こちら両方同じなんですが、Android、iOS、Windows、Mac とありますのでね、スマホだけではなく、パソコンにも使えますのでね、セキュリティを強化されたい方は、こちらも考えてみてはいかがでしょうか。はい、こちらですね、先ほどもお伝えしましたが、グーシムセラーのページでございます。こちらですね、スマホの種類は同じになっております。ちょっと違うところがですね、こちらに通常価格が書かれております。先ほどのノバ3ですが、通常価格が
34,800円のところ 15,800円になっております。かなりお安いと思いますよ。はい、こちらですね、ノバスリーが通常価格 14,800円のところ 3,800円です。こちらの P20 ライトですが 18,800円のところ 1,800円です。そしてファーウェイ Mate 20 Pro ですね、こちら通常価格かなりお高いですよね。 84,800円のところ 69,800円でございます。現在ですね、ファーウェイの問題でこのファーウェイのスマホがかなりお安くなっております。今後ですね、ファーウェイのスマホがどうなってしまうのかっていうのははっきりね、わからないとは思います。私はですね、意外と早く解決するんではないかなと思っておりますのでね、このお安くなったタイミングで購入されるのもいいかと思います。もしこのファーウェイ問題ですね、長引くようになってもファーウェイの方からですね、サポートはされると思いますので、特に購入してね、ものすごく困るっていうこともないんではないかと思っております。あくまで予想でございますので、参考程度にお願いします。はい、ということで今回はですね、 OCN モバイル版グーシムセラーの緑きらめくグリーングリーンセールを見ていきました。このセールの期間が5月21日から6月3日11時までとなっております。今後ですね、まだまだファーウェイ製品は安くなってしまう可能性もありますが、今でもね、十分お安いと思いますので、この機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。この OCL モバイル1のサイトは概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからですね、ぜひ見ていただければと思います。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。